これご存知ですか？なんか果物みたいに見えるけど野菜なんですよね、これ。名前はね、ハヤトウリっていうんですよ。ウリっていうだけあって、ウリ科の植物です。まあ、キュウリとかね、あとゴーヤとかね、あれと同じものなんですよね。割とスーパーマーケットとか八百屋さんで売ってるの見ないでしょう。ね、私も見たことはね、ほとんどないです。これね、送ってもらったんですよ、実は。家庭菜園で作ってる方から。ほとんどこのハヤトウリってね、やっぱり自家栽培して自家消費なのかな。だから売ってないのかな。まあ地域によっては売ってる地方もあるのかもしれないですけどね。ね、結構ね、なんか大きいの、ほら、これね、果物みたいでしょ。ね、でこれキュウリの仲間なんだけど、中にね、種ももちろん入ってんですよ。でも種はね、桃の種みたいな、すごいでっかい種が1個だけ入ってんだよね。で、これはまだみんな若い実ですね。で、食べるのはコーヒー、若い実をね、食べるんだよね。で、この辺のやつとか、この辺のやつね、この辺のやつは、種はまだね、全然若いからね、種ごと食べられるとは思うんですよ。これなんかもまあ、大丈夫かもしれないけど、種があまりにも大きくなってると、種は取り出さなきゃダメ。それで、木はね、すごいでかくなるんだよね。まあ、ゴーヤなんかもでっかくなるよね。あれよりももっとでっかくなるかな。10メーターぐらいのこの樹木にずっと上の方まで這い上がるぐらい、そのぐらいね、大きくなるんですよ。で、私のね、田舎の方ではこれね、作ってる方が多いのね。で、どういうわけだか、道端にね、生えてたりもするんだよ。だから私は結構これ知ってるんだけどね、美味しいですよ。で、これね、普通のキュウリみたいに生でガリガリは食えないんだよね。まあ毒はないから食えるんだろうけど、青臭くてそうやって食ったんじゃ美味しくないの。漬物とか、あとは細切りっていうか薄切りにして肉とともに炒めるとかね、あとスープにするとか、煮てね、スープにするとか、そういう食べ方をするのが一般的だと思います。じゃあね、これね、参考のために1個、この一番でっかいやつちょっと切ってみましょう。中どうなってるかね。種が出てくると思うよ、種が。結構硬いんだよね、これね。それでね、硬いの、すごくね、硬いんですよ。ほら、切れた切れた。ほら、あ、まだ種若いね。ほら、全然種が若いです。ね、まだ種、これ種。これだったらまだ食べられます。それでね、切断面がね、すごいね、ベタベタすんだよね。ベタベタしてんの。まあ、キュウリなんかも若いやつだとベタベタするかな。それよりももっとベタベタしてますよ。ね、なんかちょっとほら、果物みたいでしょ？果物みたいでしょ？で、今回これを送ってくれた方からは、もう調理済みの浅漬けにしてね、もう調理が済んだやつも送ってもらいました。ちょっとね、それをね、後で食べてみましょう。そしてこれがハヤトウリのお料理にてございます。これね、私が作ったわけじゃないんだけどね、これももらったんですよ、作ったやつを。ねえ、でもね、美味しいよ、これ。浅漬けだって、浅漬け。ハヤトウリの浅漬けでおります。なんかね、シャキシャキしてて美味しい。この作った人はね、辛党じゃないからね、なんかこう、唐辛子みたいに入ってるけど、辛くない。うまい。ハヤトウリってね、あんまり売ってないよね。たまに売ってることもあるか、自分でやっぱり作ってみんな食うのかな。そんな感じだと思うんだけど、結構ね、美味しいですよ。なんか、料理の方法によってはね、青臭くてね、全然、ダメみたいな感じもあるけど、私は薄切りっていうか、こう千切りみたいにして豚肉と炒めてね、食うのがね、好きだけど、こういうのも美味しい。あと甘い感じでもってなんかつけるの、僕大根のべったら漬けとかあるんじゃないですか。あんな風につけるのも美味しいですよ、ハヤトウリね。で、白いのと緑色のがあるんだよね。今回もらったのはこれ緑色なんだけど、白いやつはね、あまりね、美味しくないっていうかね、ちょっと硬いのかな、なんかそんな話を聞きますよ。やっぱり美味しいのは緑色だって。だから食うなら緑色だぞ。緑緑緑緑のハヤトウリ、一回食ってみてよ、機会があれば。美味しいよ。